今日は死に様選手権を皆さんにしていただこうかなと思います。そうですね、はい、久しぶりです。あ、そうなんだ。ありがとうございます。今日は死に様選手権を皆さんにしていただこうかなと思います。ご覧になられたことありますか？いや、見てないです。見てないの？はい、あえて見ない。イメージしちゃうんで、そうすると。あ、はい、ちゃんとがっつり。でも意外にあの2人なんだかんだできてたの。あ、本当ですか？ただ俺が参加させて窓が割れたりいろいろするから窓が割れたりしたの？窓割れた。僕はしっかり見てきたんで、はい、ありがとうございます。割れてましたね。割れてたな。カズさんも見ていただいた？見ました見ました。お話しいただいたんで、はい、一応見ました。だから今回はそもそも基本役者の順番とかで、いつもはこの台本とかがあって、ああ、こうしてくださいって役者やるじゃないですか。ああ、でこれに関しては、うん、もう自己プロデュースなんですが、だからある意味役者としてもこれ新しい、うん、新しいし、プレッシャーでかいよこれ。はい、そうですね。ああ、審査員は兄貴一人ってことだろう。うん、多分あるあるだと思うんですけど、普通のことしたくないんじゃないかなってのがあるんですよね。てか普通だったらマイナスだよ。僕はあの、ね、純枠、いつも作ってる純枠作品の感じでいきます。あ、ちょっとそのいつも考え、自分で考えて やってるんで、はい、その方向性のままいきたいと思います。はい、うん、で僕は行き当たりばったりでいこうね。行き当たりばったりで。それしかないよね。回ったりしたら大事だよね。なんか、うん、ああこういうのもあんのかみたいな。これは最低は5点満点だね。それぞれ5点満点。5点満点。では早速、あの演技の方に移っていきたいと思います。おーいやー。全然浮かばねえ。ずっとそこ歩いてます。拳銃ってこう、拳銃ですか？はい。はい、拳銃で。あー。やばい。考えてるわ。拳銃を使おうかな。みたいな感じ。やって。はい、で、撃ちますか。わかりました。はい、一発一発でいいですか。一発バンバン撃ってもいいよ。好きな感じで。あ、わかりました。はい。はい、じゃあ、いくよ。本番。よーい。はい。あげ。おお。久しぶりだな、お前ら。元気してる？まあ、いいです。どうした？暗いじゃん。ちょっと、何だ？すいません。は？ちょっと待って、お前。何で医者が来てるんだ？すいません。時代が変わったんです。俺はクリーンだ。何で言ってんのかよ。お前言ってんのかよ。デミューだ。なんて？何て言ったんだよ。カープ。広島ファンだから打たれたって。
マックが好きだっただけじゃんっつったら。あ、じゃあ何、この二人は巨人ファンだな。そういう方向ですね。面白いね。そういう方向。はい、ね、はい。小沢和義採点2点。よし。1点入りました。あの打たれるまでさ、カズのキャラってこういう設定多いよな。あのどうしようもない暴れ者でさ、首のためにさ邪魔だから殺してこいって言われて若いやつに殺される。そこまでよく見る光景だなと思ってね、最後期待してた。何なんだろうと思って。基本的にこう順番に座っててもらって、中線の方がこう座ってもらって、もう両者階段みたいなね、ついに想像してるところに来てからの。だから一応どこどこの君の顔、どこどこの君の顔、どこどこの君の顔、どこどこの顔が秘密に集まって会議をしてる、会議をするっていう時に。僕やろうかな。俺ダメだよ。ダメ、座ってるだけ。顔で極道なんだから、ないんだ。まあ、いいっすね。親子さんから見たら。なんでこれ全員で出すの？せっかくだから全員で出よう。しかもこの人壊れてんじゃねえかよ。まともなやつだけど。じゃあ行くよ、カズ。行こう。はい、おい。はい。この間とこ呼び出してどないなつもりや。呼び出したの俺じゃねえや。誰が呼び出してん。こっちだって呼び出されたか。わたよ、わしだって呼び出されたよ。おら、おのれがここに呼び出したか。悪いな。ストーブぐらい持ってこんかよ、ボケ。どうすんだよ。どうすんだって言ってんだよ。それこのまま揉めてってもしょうがねえだろ。己が始めた喧嘩やないか。たかだか飲み屋で揉めよってからに、ね、この暴言、うん、あるか。え、お前ふざけとんの。帰っていいか。お、面白くないの。はぁ、なんかあぁ、なんだ、ほら、あぁ、なんで、面白さしかついにしてシリアスも
ガザが知りやすさも決め台詞も何もなくなんかズル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 滑っていく。ちゃんと蝶を出して出し切ってから死んでんだからあれだって。いやだって面白くないよ。なんか落ちやんとかと思ってちょっと待ってたんだけど。これ殺していい。なんかさ座って、え、死ぬ気こいつ。さあじゃあ次はどっちから行く？どっち行く？俺行く？うん。早いな、うん。お父さんは赤 でママは溶けちまうじゃねえかよ。なんでここにいんだよ。